こんにちは、健三です。今日はちょっと早く仕事が終わりましたんで、六甲山系を散歩してみたいと思います。3月の見どころを一緒に探しながら紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。これね、大林シャシャブシのあれですね、花ですね。まだ完全に開いてないんですけど、なんかこれすごい芋虫みたいじゃないですか。3月今上旬なんですけど、まあ山行ったらたくさんあると。大林シャブシね、これいたずらとかに面白いに違います。一個ね、これわー言ってね、こう持っとってわーやったら、ほら、まあ、芋虫みたいなんでね、まあ、そんな遊びもできるかなと。大林シャブシですね。この樹木の素晴らしいところはですね、空気中から栄養を頂戴できるというね、すごいね、能力を秘めてるんですよ。空気はいくらでもありますんでね、その、まあ、人間で言えば経済的な心配が一切ないと。これもすごいストレスフリーですよね。いくらでも持ってこれると、養分をね。そういうね、面白い樹木ですね。大林シャブシです。今日登ってみたんですけど、まあいろいろ見ながら歩いてるんですけどね、見頃としたらやっぱりあのヤブツバキとで、ヒサカキですね。ヒサカキが、あの、花咲いてるんでね、すごい匂いしますね。ヒサカキの匂いね、あの、独特なんですよ。で、ものすごくわかりやすく表現したら、僕の子供の時の友達の家の匂いがしますね。
こにすごい存在感なる木があるんですよね。これ多分ムクノキやと思うんですけど、そのムクノキのね特徴の一つにね、あの根っこがすごいこう隆起するっていうかね、うん、そういう特徴があるんですけど、見てください、根っこがねもう向こうまでずーっと伸びてるんですよ。あれもあの紅葉園の駅まで伸びてるんちゃうかって思うぐらい伸びてますよね、ずーっとね。これムクの根っこですね。なんかもう象とかサイみたいですね。すごい。皆様は樹木と会話ができる方をご存知でしょうか。面白い人がいるもんですね、世の中には。今回多忙なスケジュールの合間を縫って来ていただきました。ご紹介します。樹木小次郎さんです。よろしくお願いします。こんにちは、樹木小次郎です。私がやりますけん、私がやりますけんね。今日はこちらのこのエゴノキの心を聞いていきたいと思います。よし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 おりました。こちらのエゴノキの気持ちをですね、気持ち、まとい心を、翻訳いたしましたらですね、鍋食べてる時に毎回これいけるって聞かんといてって言ってますね。よし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 。お疲れ様でした。3月上旬なんで、まあそんなに見頃なのがねないんですけど、その分落葉してるうちにね常緑樹を観察するっていうのがいいんじゃないかと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。